皆さんこんにちは。今回の動画なんですけれども、もっくんの療育手帳の更新が来て、で、まあ、更新の手続きプラス発達検査というような感じで行ってきたお話をしていきたいと思います。で、まず児童相談所の方で発達検査をやったんですけれども、どこまで話したっけ、発達検査の話したことあったっけ。去年のはしたじゃん、今回のはしてない。ああ、今回行ってきたってのは聞いた。聞いた。そのなんか詳しい話ってまだしてないよね。してない。そうだよね。で、まず児童相談所に着いてからのモクの様子なんですけど、まあ何回かね、そう行ったことはモクあるでしょ。あるわけでしょ、過去ね。3回目だったんだけど、一応さ、まあ事前にいろいろ約束はしていくわけ。最初にもっくんに走っちゃいけないよとか、そういうね、そう走らないで歩こうねとか、椅子があったらちゃんと座ってやろうねっていう約束はね、そう一応してはいくんだけどね、ここはもうこういう場所って分かってる場所に関しては、安心しちゃって、もうなんか多動が発動しちゃうみたいなね、スタートみたいな感じだった、そうで、あとまあ、検査の前なんですけど、部屋がさ、これさ、個室なわけ、検査する部屋って。ね。検査する部屋、個室で、で、ここにテーブルがあって、で、検査してくれる方がここに座る、で、私ここに座る、で、ここに椅子があって、もっくん最初ね、そう、ここに座ってくれたんだけど、最初、私がいろいろね、その聞き取りされるわけ、お家での様子を聞き取りされて、ちょっと座ったタイミングでもずーっとここの間にずーっとぐる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 走り回ってて、そうで、私ももうこれさ、もうどうしたらいいんだろうと思って、で座るよって、座ろうねって言ってももうダメで、でもこの検査してくれてる人ってやっぱりそういう特性の子っていうのをやっぱり理解してくれてるから、もうニコ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 そうしてくださってて、やっぱ座るべき場所だから、ね、座らないとでしょ、けどやっぱね、何言ってももうダメで、座って座ってねって、けどたった一つだけ聞いてくれたことがあって、レモンティー買う、食べ物レモンティー、そう、そうレモンティー買うって言ったらここに座ってくれた、ちょっとね笑ってくれてた笑ってくれてて、そう、それで座ってくれたから、まあその後そうだね、ほぼずっと座ってた、レモンティーのおかげでね、この後に私が出て退室して、で2人でその検査が始まったんだけど、検査中なんですけどちゃんとやってたそうです。立ち歩かずにちゃんとそうやってたんだって。たまにその集中力がさ、そう切れる時もあるんだけど、でもそうだとしてもちゃんとこっちやるよっていう風に誘導するとちゃんとやってたんだって。っていう話を聞いた時に、あ、もしかしたらこれってね、その前回と違ってその検査結果いいんじゃないのかなって。そう。前回が何年前だ、2年前やった時が、まあ軽度は軽度なんだけど、その数字的には、58、知能指数だったのね。で今回もしかしたら上がるかもしれないなとちょっとね、そういう話を聞いて、あ、すごい頑張ってやってたんだってね、そういう感じだった。学校に行き始めたからかな、ねえ、そうかもしれないね。ちゃんと言われたことに対してちゃんと答えて検査を進めていくっていうところにちゃんと集中してやってたっていうのは、もしかしたらそれもね、そう普段関わってくださる方のおかげでそういうふうになってきてるのかもしれないよね。あ、まだ結果は出てないんだ。あ、でしばらくしてから通知っていうのが届いて、
で、あの結果なんですけど、手帳は変わらず軽度って感じで、数値も前回と一緒。あ、58なんだ。そう、一緒だった。びっくりした。うん、そうだからね、あ、一緒なんだと思って。通知は最終的にあの日数相手からいただくんだけど、うん、そのなんだろう、この検査が終わった後に、あの多分まあ前回と同じような感じなのかなっていうふうには思いますっていうのは伝えてくださって、うん、ただ一緒だからといってその成長が止まってるっていうわけじゃなくって、その常にちゃんとあのできることもたくさん増えていっているっていう感じなんですよって、うん、年齢的にはあの今8歳でしょ、僕の、うん、8歳だけど4歳9ヶ月、うん、うん、このファイル、もっくんの全部まとめてあるファイルなんですけど、私たちがそういなくなっても、あのいなくなって誰かそのもっくんを説明してくれる方がいなくなった時に、うん、あの見れば分かるようにまとめてあるファイルなんですけど、うん、普段の今のさ、もっくんね、漢字一生懸命やってるでしょ。はい、やってる、ね、やって伸びてくところってさあるけど、まあ、でもやっぱ発達でこぼこだから、うん、すごいなんか特化してできるところ、例えば目から見て物を覚える能力って本当半端ないレベルですごいし、うん、聞く力、音を聞く力ね、うん、あの耳の良さも本当にすごいなとは思うけど、うん、でもでこぼこだから幼い部分、例えば忘れ物が多いとかね、うんうん、片付けとかね、あ、そう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 、年齢的には8歳かもしれないけど、まあ、今のもっくん、もちろんかりんに対しても、まあ、その子その子にね、ああ合わせ、うん、そうそう合うような感じの、そうやり方を様子見ながらね、ちゃんとね、うん、やっていけたらいいなっていうふうに私はそう思ってて、そうで私の場合さ、やっぱりあの普段一緒にいる時間がさ長いでしょ、一緒にいる時間が長いからもっくんのこともかりんのこともいっぱい分かって知ってるっていうかさ、うん、理解してる部分っていうのは多くて、うん、でパパの場合やっぱりね、仕事が結構時間もさ長いでしょ、朝も早いし、うん、帰ってくる時間も遅いとかで、子供と接する時間がすごく短いから、私が言ってることがちょっとなんか理解しにくいところっていうのももしかしたらあるっていうかさ、うん、まあもうそれはもうしょうがないけどね、まあできればその子その子にね、うん、合わせた感じのそういうやり方をね、夫婦で模索しながら、ね、あ、まあね、うん、やっていけたらいいなと思います。どうでしょう。いや、はいそれで OK? じゃあ僕この音さ、弾いて、いくよ、いくよ、いくよ、で次行くよ。待ってね。おー、やばい。ちょっと待って。おお。え、二つ。すごいね。本当だ。Thank you.
はい、ということで今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。この動画がよろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。